うちの乙女は自分がしてきた苦労を延々と言えば、息子は同情してくれて、嫁は同じ苦労を当たり前だと思う。という思考回路してたけど、私の、なら離婚すればよかったじゃないですか。結局自業自得ですよね。努力してないし。で玉砕した。元夫が浮気して生活費入れず DV してて、息子だけが生きがいって立派な依存症です。そして、乙女本人は、酒に逃げてアル中となり、可愛い息子を奪った嫁にチクチクするって。だから、なんで我慢したの？離婚して働いたらいいじゃないですか。とりあえず、DV と浮気でイライラしなくて済むし。で、乙女から、あんたは我慢が足りないと怒られたので、無駄な我慢はしませんよ。バカじゃね、で、とっとと横で呆れている旦那連れて帰宅した。こういう人間は、自分は、言い訳ばかりして努力せず、人に同情引いて何してもいいと思ってる。私の一番嫌いなタイプだから容赦しなかった。てか、うちの母も、父の借金で離婚したのを、我慢が足りないと馬鹿にしてくれたから、もう容赦しなくていいなぁと、させてもらった。次の日に、電話で、酔ってて悪気はなかったと謝罪してきたけど、こっちはシラフですし、言われた方は、許す気にもなれません。今度はお酒のせいですか？と言うと、ガチャ切りされて、息子である旦那に泣きついてたけど、俺が酒飲まないのは、誰のせいだか知ってる？俺は情けない。と息子にまで叱られて、うん。それでも、嫁に洗脳されたで平和な人だと思うよ。